100連以内にゼータ出たら絶対に撤退するレジェンドフェス、やったー。ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はね、レジェンドフェスで新キャラが来たということなんですけれども、まあ個人的にやっぱ欲しいなと思ってるのがゼータですね。アタッカーとしてかなり新型水属性の中ではね、新型といったような趣でちょっと興味がありますね。まあバザラガとかも優秀なんでしょうけど、多分タンク寄りなんだよね。ガリガリにこう高難易度適性っていうキャラクターになってるから、もうちょっと優先度的には後でいいかな。もうゼータは次の水子戦場も想定するとちょっと持っておきたいっていう理由から、ちょっと今回は、ゼータ狙いでガチャを回していきたいなと思います。武器はサンテ光人ですか、ほうミルグレスみたいなものですね。ということで、早速槍で追撃付きなんだ、奥義で自分に。これってさ、あれなのかな、キャバルリーで持ってたりしないかな。4凸ないか4凸あるんだったらワンチャンキャバルリーで持ったりしないかななんて思ったんですけど、まあそこは置いといて、ちょっとまあ今回はね、最初に100連ですね、100連以内に、ゼタが出たら撤退していきたいなと思ってます。それじゃあ、タイヨロです、いきます。現在の所持モバコイン1万7000だって所持モバコイン1万7000、相手にとって不足はなし、50連以内に出す、悪くない。ちなみにさっき、くそー、帰りたかったー。ちなみにさっきおはガチャ回したら虹出て、あれでしたね、竹見中田でしたねディスペル4凸1本あったらもういらないけど、ちょっと欲しいやつ20。これは流れがいいやつですね。俺はいつも流れが。 SR なんか持ってないのいたかな。これ8だったら新キャラ書くよ。9だったら新キャラじゃない。8だったら SR キャラと SSR が出る。でも俺もう SR 全部持ってるからな。そんな夢を見るのはやめろ。パーン、すいません、夢を見るのはやめます。あと30連で、あと30連以内に出なかったら俺は課金をしなくてはいけない。俺は財布を引っ張り出し、クレジットカードの番号を入力し、モバコインを購入しなければならないんだが、どうするんだ。ただクレカを、なぜそんなにモバコインが増えているんだよ。何言って、ただクレカを使っただけだが、クレカを使うだと。クレカ使います。はい、モバコイン購入してまいりました。それじゃあ行きましょう。あと50連以内にゼタ出たら撤退します。新キャラ誰か一人は出てほしいよな。とりあえず100連以内に誰か、ゼタ出たら撤退、ゼタ出たら撤退。ちなみに俺今9番モバコイン入れたんだけど、9万モバコイン入れた男が見せる未来とはここで撤退することだったと。第4の選択見えなかったな、その未来は。アルルメイヤもさすがに見えなかったような気がするわ。今の未来はさすがにその未来、天使セット、ワクワク天使セット完全に流れてる天使の羽の BGM が、ラランランランドセル。今のランドセルってどうなんですかね。唐草模様のなんか鬼滅の刃コラボランドセルとかあるらしいけど、うちは俺がいた頃は、俺が当時子供の頃は天使の羽がちょっと、本当に天使の羽っていいのかよって思いながらランドセル背負ってましたね。ランドセル小5か小6ぐらいまで、小6まで背負ってたの俺。なんか生きったやつがね、もう終わっちゃった。100連だから、もう100連になっちゃったから300連に行くことになっちゃった。泣けてきた。俺が子供の頃はなんか生きったやつだけがちょっとなんかもうランドセルとか脱製はみたいな感じで卒業、脱製脱製脱製はみたいな、あなたが思うより健康ですって、そんな感じでやってたんですけど、ランドセルいいよな。子供の頃はもう全部の勉強道具入れてましたね。来い10番目の、10番目の刃ゲイダーグ。これバザラガだなこれ俺の勘が正しければバザラガだな。土のバザラガ出たわ、ありがとう。お前じゃない、火の方が欲しいんだけどな。熱い心灯せよ胸に。最近なんか仮面ライダーセイバーちょっと見てたら、なんか闇落ちしてた。最近の仮面ライダー全部闇落ちしとるよな。
というクソほどどうでもいい話を言いながら、ちょっと二次率悪くね、150いっちゃいましたね。最初ちょっと運が良さそうに見えたんだけど、これはちょっと心が苦しいね。だって新キャラ3人いるんだろ、1人か2人は出てくれなきゃ割に合わないと言いますか。ちょっと解放される武器もさ、ちょっと最終がもうすでに微妙なラインナップなわけよな。クレイブソリッシュとか来たら一応4突になるから熱いわけだけど、ウコンバタラとか兵士ショウリンケンとか来てもちょっとシャワーかな。あ、絶剣だ。絶剣は当たりとしに取るとできるんでしょうか。いつか使うかもしれない。絶剣ありがとう。絶剣は当たりと言っても過言。一発目、はい、ドーン。お、シューニャゼロ永遠のゼロ。シューニャの奥義効果優秀だよね。なんか最近改めてリジェネって優秀だなってちょっと思いましたね。演出遅いのはもちろんあるんだけど、まあ、あのシューニャはそれ以外にも当日マウントがあるんで、ターン発動時弱体無効があるから、割とこうやっぱフルオートだったらド安定な回復性能がねえんだよな、闇ってキャラクター的な回復性能。うん、アンスリアとかしかないから、そのあたり考えると、まあ、やっぱランバージャックができてシューニャモテるってのはわりかし闇は熱いんだなと思ってるんですけど、ちょっとマジでやばくない？これはマジでちょっと気分が悪くなってきたね。今240なんだけど、ちょっと気分が悪いね。これはちょっと気分が、おー、来たーす。これ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 、ついに来たよ。2回目だね。まあ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 、これ最後と来たらもう一丁新キャラクター、まあ1人か2人はやっぱ欲しいわけよな。新キャラ2人来たらまあ天井で3人、いや、ゼタ欲しいわ。ゼタ取ったらちょっと天井でリミブキ取れるような、そんな欲がある。ゼタ出たら、あの、天井はリミブキ取ろうと思ってます。いきましょう、ゼタ。うん、あ、やった、なかった思った以上にしぶとかったな、お前。おお、団長、いいところに。新しい装備を試したいんだけどさ、稽古に付き合ってくれない？服エロくね。拡大されて分かったわ拡大されて分かったけど、ゼタの服エロくね。めちゃくちゃドエロだったんだけど、俺の中で、俺の中でドエロだと、ゼタの新衣装をドエロだと話題に。うん、いいですね、ゼタ。ゼタね、なんかゼタのなんかシナリオを書いてる人、明らかにこうお姉ちゃんがいるんだよな。リアルな方の、あの、手癖悪い方のお姉ちゃんなんだよな、ゼタ俺なんかゼタのゼタのお姉ちゃん感がね、リアルにお姉ちゃんいる、お姉ちゃんしてるのがちょっと、特になんか闇ゼタなんだけど、なんかもう明らかにこう理不尽さというか横暴さ、リアルでやられましたみたいな、ね、ちょっとマジでやばいわ。ゼタ来たからまあまあ当たりやな。ゼタ来たから当たりだけど、今回ちょっと悪いんじゃないかちょっと今回悪いかもね。まあ、今回天井なんですけど、何取ろっかな。欲しいのがちょっとこうパッと思いつかないな。絶剣にしとこうかな。絶剣いるよね。あれ、絶剣いない？あ、いるよね、絶剣。だって一番もうカリオストロ持ってるっしょ、レオナ持ってるっしょ、レイ持ってるっしょ、ノア持ってるっしょ、モニカ持ってるっしょ、フェリー持ってる、フォリア持ってる。まあ、ワンチャンフォリアはありっちゃありなんだよな。あー、いちご一振りもじゃあありっちゃありなのか。そういう考えで言うと、いちご一振り、滞在請求、ラインハルザー、絶剣かな。どれにしよう。ちょっと待ってね、今ちょっと頭を使う、ダイブする、脳みそにダイブする。とりあえず土の刀見ていい？いちご一振り何本ある？1本2本3本4本か。作るんかな、いちご一振り。まあ、全然使う可能性はあるよな。そうだよな、使う可能性あるかな。で、アーク、まあ一応アークも3本目持っててもいいけど、そんないらんか、アークは。で、絶剣は、絶剣1、絶剣かいちごだな。黒崎いちご、
残月。いやーちょっとでもなんかわかんねえけど一振り持っとくか、なんかに使うかもしれん。よし、ということで、今回のレジェフェスだけど俺あんまり運良くなかった気がするんだけど、気のせいやろか。10本で終わってるわ。やっぱ悪いよね。 SSR12?2 でしょ。3、4、5、6、7、8、9、11だ。悪いと思ったわ。そうだよね、びっくりした。まあ、リミブキ出てるからいいでしょって思うかもしれないけど、かぶりリミブキも多いからな。へえ、ああ今回はな、普段17ぐらいは出るんだよね、平均値17ぐらいだと思うんだけど、ちょっとテンションが落ちましたね。気分がダウンした。ということで、今回レジェンドフェスのガチャはちょっとゼタ狙いだったんですが、まあギリギリでゼタが出たっていうところでね、まあセーフなところはあるんで、個人的にはまあなしじゃなかったかなっていう感じです。まあ来月の中頃に、グランデフェスで新キャラが出てくると思うんですけど、まあ周年イベントも発表されるんで、まあそのあたりでちょっと周年込みで、待機するっていう方も全然いると思うんですけど、まあそれもありなんじゃないかなと。まあちょっとゼタはね触ってみたかったんで、ちょっと動画を、まあ気になる方はお待ちいただければなと思ってます。そんな感じで、新キャラクターを引くレジェフェスでした。気分が悪いっすね、あのエウロペ。あのエウロペマジで思い出し怒りが出てきたわ。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。